シュレット解放区の酒井です。本日は DIY バイク DIY 苦しいということでちょっと話をさせていただきたいんですが、まあ、DIY やっていく中、バイク DIY やっていく中で少し苦しい時ってあるんですよね。まあその苦しい時って作業が進まなかったりだとか壊してしまったりだとか、まあいろいろあるとは思うんですよ。そんな中でちょっと僕昨日ちょっと苦しいというか今日か苦しい思いをしたので思いというかまあちょっとあったので話をさせてください。このチャンネルではハーレーダビッドソン、ショベルヘッド、バイク、DIY、バイク購入についてバイク雑談等させていただいています。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。同時にですね、チャンネルの方グッドボタンしていただけるとすごくテンション上がって動画撮っていくことができますのでお願いします。あと私に直接連絡取りたいよっていう方おられましたら概要欄の方に LINE 公式アカウントということで作ってありますのでそこ登録していただいて メッセージいただければ返信させていただきます。はい、いや DIY 苦しいということで話をさせてください。でまあそんなこと言うと DIY がやっぱ面白くなくなっちゃうなっていうところはあるんですけど、まあけど結局それを楽しいことばかりではなくて辛いことであったりとか苦しいこともあるのかなっていうところで話をさせてください。で本日で、ね、私これを買ってきたんですよ。これっていうのがまあ放射温度計といってちょっと今作業している中でその熱膨張とかっていうところで温度を測りたかったんですよね。うん、まあエンジンが温まった温度とかもこれ測ることはできると思うんですけど、なんか温度を測るということでこれを購入したんですよ。でまあどういった形で測りたいかといったら、これがこうあったとしてここの部分とここの部分とかちょっとこれはこの機械があれば結構細かくいろんなところの温度が測れるんですよ。しかしこれっているでまあ動画を撮るためにとかまあちょっとねうまいこと説明したいからっていうところで、まあ、購入したっていうところもあるんですけど、これが7800円しました。でもうめちゃめちゃこれ辛いというかきつくて結構その小遣いがそんなあるわけじゃないじゃないですか。でその中での7800円で多分これ1回しか使わない可能性だってあるんですよ。1回というかまあ本当につくもい今回だけ使う場合だけとか、この先使う予定はないです。けど、この工具がなければちょっとわからないことや知りたいことがわからないんですよ。だから購入しました。これって結構辛くて、一回だけのためにまあ工具を買う、道具を買う、特殊工具を買うですとか、そういったことって DIY やっていくとあると思うんですよ。で、その中で僕が思うところなんですけど、もしかしてね、これをね、次使う機会が出た時にはめちゃくちゃ嬉しいんですよ。それは分かってます。これは僕の経験で分かってるんですけど、その時が来るまで大切にしたいなとは思うんですけど、でこれでもね今日これ7800円とかちょっと値段でちょっとやらしい話になるんですけど、小さいもの放射温度計ってちょっと離したとこからレーザーみたいなのでこうやって測るやつなんですけど、これの安いやつが3500円ぐらいで売ってたんですよ。けどそれってすごくこんなちっちゃいやつでもうすぐなくしちゃうかなと思ったんですよね。だからあえて長く使うためにいつかまたこういろんなところの温度を測りたい時が出るかもしれないじゃないですか。今回はこれすごく必要ですごく助かると思いますけど、今回以外いつかどこかでこれを使う日が来た時にはめちゃめちゃ感動するんですよね。これって今日は辛かった、そういう経験すごいあって、例えばなんかこう特殊分ほぼ使うようなことのないあの道具を買いましたけど、また案外そういうのって使ったりすることが出てきた時にめちゃくちゃあの時買ってよかったなって思うんですよ。それは分かってるんですけど、その未来って見えないのにこんなわけわからん道具を買うっていうのが結構辛いごはあると思うんですよね。うん、今日なもんねホームセンターでめっちゃ迷いましたからね、もう買おうか買わないか、いやもういいでしょ別にその温度測らんくたっていいでしょとか、例えばここに温度計あるんですよね、この油のやつ、油測る温度計があって、まあ、これでなんとかしよっかなとかさ、いやけどちゃんとしっかり測ってやりたいなっていうところがあって、まあ無理をして、まあ、苦しいというかまあそうだね、で買ったんですよでまた誰か使いたい人がいたりだとか、まあ、例えばまた僕が何かのところでこれを使うことがあった時には
あの時踏ん張って買っといてよかったなっていう感動は必ず来ます。はい、まあ、DIY 苦しい部分もたくさんあるとは思いますが、これからも僕ずっとやっていきますので、もし DIY 考えておられる方おられたら、ぜひぜひ DIY 挑戦してみてください。はい、本日終わります。ありがとうございました。